人に隠れず目立ちたがり屋ゆときのとやこです。皆さん見ましたかねカクレンジャー30周年の動画ね。最高でしたね。いや、正直 VC ネとかそういうの発表かと思ったんですが、一旦はファンミーティングの発表で,ではございましたが、もうね、出演者が豪華すぎてちょっとやばかったですね。カクレンジャーがどれだけ愛されてるのかっていうのを感じましたけども、まあ、今回はね、カクレンジャーも大好きな僕もね、いろいろ語りたいなと思いつつも、 今年30周年でどんなね商品が展開されるのかっていうのをいろいろ引っ張り出しながらね考えていこうかなと思います。ということで今からグッズを並べていこうと思うので忍術かけようかなと思います。隠れ流忍法編集カット ということで、ズバッとね、取り出せるね、カクレンジャーのグッズをね、並べてみましたけども、まだまだありますよ。もちろん、デラックスの無敵将軍、隠れ大将軍とか思ってますからね。いやーね、最高でしたね、カクレンジャーの動画ね。エンケンさんとか多分、カクレンジャーぶりのカクレンジャーのお仕事じゃないいや、非常に嬉しかったですね、エンケンさんの声聞いただけでね。いやー、たまなんですね、カクレンジャー皆さん大好きですよね。ということで、30周年ね。いやー、今年どんなおもちゃ出してくるんだろうな。僕はそこをまず気にしてますからね。 結構でも去年あたりにこの衝動スーパーとかまあはずむロスけども後ろのライトニングコレクションパワーレンジャー版ということでエイリアンレンジャーという名前にはなっておりますが日本人からすると核レンジャーなんですよねこれを出してきてくれたのでちょいちょいはね核レンジャーのおもちゃっていうのは出ていたりするんですよねいやでも僕一番まず望んでるのはこれ これはね戦隊職人もう今あるんだかないんだかよくわからないブランドから出たドロンチェンジャーですねいわゆる復刻版みたいな感じなんですがいや最高なんですよほらこのねアクション幼き僕はこの忍びの文字がどうやって一瞬で消えてるのか分かんなかったですけどもいやこのねアクションたまなんですよねでこの音楽も鳴らせられるのがこの戦隊職人のめちゃくちゃいいところおなじみの曲ですからねドロンチェンジャーですよ このメモリアルエディションですよね。やっぱりドロンチェンジャーのね。絶対出してほしいですね。そファンミーティングで一応キャスト5に揃うことになると思うので、まずちょっといろいろ多分イベントとかね、V シネとかね、作ってくれると思うので、それに合わせてこのメモリアルエディションはもうぜひともね、出してほしい。いや、キャストボイス入ってたらたまらんすからね。遠検さんとか入ってたらもっとやばいと思うけどね。まあ、あとはなんだろうな。最近やってないけども、デラックスの無敵将軍かな。どう リバイバルとかかなぁ昔大連王とか、あれも戦隊職人だったっけでやってましたよねもう実質リバイバルみたいな形でね。で、ジューレンジャーも大獣人がね、超合金とかで出ていたので、なんかそんな感じで無敵将軍ちょっとね、欲しいなぁ。このミニプラもね、だいぶ前に出されたやつで、結構、 結構ね、これはね、遊びづらい。すごいパーツポロポロするので、そんなにガシガシ遊べるものではないんですよね。だから SMP 版とかでも無敵将軍出してほしいですね。このミニプラのやつは、ほら、股関節緩くなっちゃってるんですよね。もうこれもね、だいぶ発売して経ってるので、新しいの出してほしい。ちなみに忍者マンに関してはレ、レビューしてないですけども、完全にタイミング逃しただけなんですけども、これめちゃくちゃすごいんですよね。 ボケてんのかこれできるのやばいよね。デラックスのおもちゃであったこの一発一瞬変形一瞬変形みたいなやつがね、できるんですよね。ちょっと引っかかりますけども、えぐいぐらいにミニプラの技術力を感じたんですよね。ミニプラじゃねえか ?SMP かこれも。今のところ、カクレンジャーのロボ枠っちゃロボ枠だと、これが今最後の発売になってるんですが、やっぱデラックスレベルのね、サイズのもの期待したいよね。どうでしょうかね、バンダイ。まあ、あとはカクレンジャー本体のね、フィギュア たち位も欲しいよな。このね。照度スーパーもなかなかいいものであるんですが、やっぱ食玩ではあるので、かなりシール使うところがね。多くてそこのね。剥がれとかがね。どうしても気になっちゃうところなんですよね。なので、やっぱりフィギュアーツあたりでね。出してくんないですかね。今だともう新骨頂行きになっちゃうのかな。豪快レッドとか恐竜レッドとか新骨頂になっておりますが、まあ、そっちに行きそうな感じはするんだよな。なまあ忍者レッドの新骨頂製法いや欲しいな。結構シンプルな見た目だから可動軸とかを目。 そうな感じはするんですがもうぜひともね出すべきだと思うんだよねまあ、なんならね忍者も含めて6人全員出してほしいところではございますよいや頼むよ本当にフィギュア2のカクレンジャーなんてもう世界中が待ち望んでるんだからそこら辺も空気読んでほしいですねバンダイねもうよく言うとこの忍者の格好はしたカクレンジャーこれ絶対出せねえだろうなこのダボダボの足とかどうやって可動させんだって話ですからねいやーすげー来たねーほんとこれ当時のものですからねでもこの刀あるだけでもかなりね 貴重でではあるんですよねこの格好でもねすごいかっこいいよねあのもうねどれも個性的なね忍者のね格好してるんですよ鶴姫なんか目立ちすぎなんですよねほんで才蔵とかね正解も好きな格好 こうですかっこいいよねですよねいやあ30周年に合わせて、どこまでね、カクレンジャーのグッズっていうのがね、展開されていくのか、非常に楽しみでございますよね。まあ、さっき言った通り、ドロンチェンジャーのメモリアルエディションもそうですが、なんだろうな、カクレとか、カクザーのメモリアルエディションとか出してくんないかな、無理かな、出してくれたらすごいでかくなりそうではございますが、でっかいカクレとか、もうロマンでしかないですからね。あの、カクレンジャーのこの構えポーズとかもできるわけですからね、後ろ 手伸ばしてね,カクレンジャーねこれやりてーメモリアルエディション系も出たら全部買っちゃううだろうねこの30周年っていうね、メモリアルなね、年はね、絶対に逃せないと思うので、この勝機をね、バンダイ本気で頼むぞって感じ。いや、楽しみでございますよ。ということでね、めちゃくちゃ雑談動画っていう感じになりましたね。カックレンジャーだけはちょっと外せないですね。とりあえずファンミーティングが第1弾ということで、第2弾、第3弾って続くのかなどこまで続くかわかんないけども、やっぱ望むべきはね、VC ネ ですがね新作も見たいででファンミーも行きたいいねキャスト5人多分来るんでしょういや、ぜひとも会ってみたいよ、本物ね。いやー、この5人にね、生で会えたら最高すぎますね。まあ、僕、あんまりファンミーティングとかそういうイベント行くタイプではないんですが、ちょっとカクレンジャーはね、行っちゃうかもしんないな多分同年代の人めちゃくちゃ集まりそう。交流もしてみたいなと思うんですけどね、人見知りなんでね、どこまでできるかはわかんないです。この人形カクレンジャーの回、すごい好きです。切り箱に入った祖父のカレンジャーがね、今でも記憶に 残っておりますよいやー本当に最高ですねまた見ようということでマジの雑談動画動画のネタのために撮ってるような感じではございますが非常にね今年カクレンジャー30周年ね展開が楽しみでございますマジで期待しております皆さんもね今年1年カクレンジャーイヤーにしていきましょうということで僕のチャンネルではこれ以外にもスーパー戦隊系のフィギュアだったり特撮のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは糸比でしたありがとうございます